藤田スケール、または藤田・ピアソンスケールは、竜巻の強さを表示するための尺度である。主に建築物や樹木等の被害状況に基づいて推定される。藤田スケールの公式な階級区分は、写真や映像を用いた検証のほか、状況に応じて、竜巻襲来後に地上に形成される渦巻模様のパターンや気象レーダーのデータ、目撃者の証言。 メディア報道や被害画像などをもとに決定される。通称、海スケールとも呼ばれる。1971年、シカゴ大学教授の藤田哲也が、アメリカの暴風雨予測センターの前身である、国立暴風雨予報センターの局長だった、アレン・ピアソンと共に提唱した。藤田とピアソンは、アメリカ海洋大気庁の国立トルネードデータベースに、 蓄積された1950年から1972年までのトルネード関連の報告書を遡って調査し、さらに歴史上有名な初期のトルネードについても研究の対象に入れて、藤田スケールへと応用させていった。また同じ頃、トマス・グラザリスによるトルネードデータベース化計画でも、1880年以降に米国で発生したすべての基地の重大なトルネードの 分類がなされた。1973年にはトルネードの被害範囲の長さと幅が考慮されたスケールになった。アメリカ合衆国では1973年以降、トルネードの発生直後にその強さが表情されるようになった。だが、藤田スケールはあくまで竜巻による被害の大きさを示したものであり、竜巻の厳密な風速を求める設計には、 なっていなかったため、スケールでは階級ごとに風速が定義されているものの、実際の被害の程度と推定される風速が一致しないことも少なからずあった。藤田スケールでは、比較的強いトルネードに対する風速の推定値が、実際の風速より極端に高く評価されて、しまうという欠点があった。これに関して、ノアは、実際のところ、 通常正確な風速とされる風速もやはり推定の風速であり、それが科学的に立証されることもない。推定風速と実際の風速が異なるということは、場所や建物によって被害に差が出るような程度のことである。仮に、富士田らによる竜巻の被害に関する一連の技術的な分析が行われていなかったとしたら、それこそ実際の風速は、 前例のない被害をもたらしていたかもしれないと言及した。その後、改良藤田スケールが策定され、より正確な風速の推定が行われるようになった。風速に関係する3つのスケールの相互関係を表した図。青、ビューフォート風力階級赤、藤田スケール緑、マッハ数藤田が提唱したスケールの原型は、F0 から、階12までの13階級であった。 これは、ビューフォート風力階級やマッハ数との互換性を保つために考慮した上での装置であった。階1で定義された風速の範囲が、ビューフォート風力階級の風力12に対応する。一方で、藤田スケールの最高階級である、階12の風速は、マッハ1.0に相当する。さらに、階0は、被害がない状況を想定した階級である。これと比較すると、 ビューフォート階級の風力例の状態がいかに無風であるかについて理解できる。これらの風力値から藤田スケールの階級ごとに当てられる被害について記述した定性的な説明文が作成され、そしてそれらの文章を用いてトルネードが分類される。藤田がトルネードのスケールを着想した当時、風によってもたらされる損害に関する情報はわずかであった。 そのため、藤田のスケールが試みた具体的な被害状況の記述は経験的な推測による内容に過ぎなかった。藤田は現実に地球上で発生し売れた爪木の分類には、海齢から介護までが実用的だろうと考えた。しかしながら、将来的に竜巻の被害分析手法がさらに発展した暁に藤田スケールが 再び使用される可能性があることを見越して、想像もつかないほどの竜巻としながらも、藤田は、海6の定義を付け加えた。以下、7つの階級を、強度の弱い方から順に示す。1971年に導入され、数々のトルネードを分類してきた藤田スケールは、経験的推測に頼る部分が大きかった。藤田と、その研究仲間たちは、導入後すぐに、 その不備を認めて徹底的な技術的分析に乗り出した。この研究によって藤田スケールで定義された各階級の損害に相当する風速は実際には藤田スケールで示したものより低いことが判明した。また藤田スケールにおける風速による竜巻の被害想定は一般的家屋を想定していたが低い風速でも建築物に 大きな損害を与えることが考えられ、建築物の強度などの要因に対する考察は不完全なままであった。この問題に対処するべく、藤田は1992年に修正藤田スケールを発表した。しかしながら、同年、藤田はシカゴ大学の教授職を退いており、また、米国気象局も、 富田の修正したこの新しいスケールへの移行を引き受けるような立場にはなかったため修正富田スケールが世に広まることはついになかったアメリカ合衆国ではより正確な改良を富田スケールを支持する意向を示す科学者が増えてきたこともあって2007年2月1日に F スケールはその役目を終え EF スケールにとって変わられた カナダでは同国の環境に合わせて修正を加えたカナダ版改良を封じタスケールが導入され2013年4月1日から運用を始めた EF スケールは多くの点でイスケールを改良したものだとされており特に建造物の種類によって異なる被害の程度などが明確に示されるようになったことが改善点の一つに挙げられるスケールでは 多少曖昧だった損害の程度の規格化によって、かなり確実に竜巻の推定風速を求めることが可能になると期待されている。ちなみに EF スケールの最高階級である EF5 では、風速の上限が設定されていない。従来の藤田スケールは、トロスケールが用いられている一部の地域を除いては、2008年現在も竜巻の規模を示す指標として、 国際的に広く用いられている。日本では気象庁が2007年4月1日より藤田スケールを予報用語に追加した。また気象庁は米国の EF スケールを参考にしながら日本の環境に合わせて藤田スケールを改良し、より正確に竜巻等突風の風速を推定することができる日本版改良藤田スケールを2015年12月に 策定して2016年4月より運用を開始した。ありがとうございます。